どうもかげやんです今日はですね自分なりのご褒美を作るということについてお話しさせていただきたいと思います何かをね成し遂げるためにですね行動を起こしたりこう努力をしたりしている人はですね自分なりのね ご褒美を作るとといいと思うんですね。そうすることによってねそのご褒美を作るとご褒美をもらうためにためにというかそれだけじゃないんですけどご褒美があることによってですね、えー、その継続ができるというふうに、えー、思います。だから、えー、一日終わっ 一日のこう日常というかいろいろ仕事とかねそういうことが終わった後のご褒美であったりとか1週間ごとのご褒美であったりとかねその単位ちょっと単位単位ごとにねご褒美を作るとですねよりこう頑張ってやれるかなともちろんそのご褒美のためだけというよりその行動自体がこうご褒美と言わないですけどそのモチベーションというか何て言うんですかね そ,のそれ自体が面白いっていうふうになれば一番いいんですけどもそれプラスね、えー、ご褒美を作ることによって継続できるかなというふうに思います。で僕で言うとね、えー、ご褒美ですねご褒美というとこう一日の仕事が終わってですね、えー、だいたい夜の8時ぐらいから10時ぐらいまでね2時間ほどテレビをぼーっと見る飯を夕食を食べながらですね、えー、ぼーっと見るというまあお笑い番お笑いというかまあバラエティー番組とかねそういうのもこういうた頭使わ でいいように、ね、こうにリラックスしてこぼーっと眺めるとほんで笑うということが一、えー、日の最後のご褒美ということになってますね。ほんで1週間単位のご褒美でいうと僕はダイエットに取り組んでますんで、えー、お酒を5日間飲んでないんですけども、えー、1週間のうち2日間お酒が飲めるんで、えー、そのお酒がねご褒美となるとお酒とあと そのリラックスタイムですねその休日のリラックスタイム、えー、が、えー、僕のご褒美というふうになっております。ということでですねやっぱりその何かを成し遂げるためにね、えー、人間やっぱりその何もなくね努力だけをし続けるっていうのはなかなか辛いもんというか、えー、そういうのをされてる方ももちろんおられるんですけどもそういう方もね何かこう。 そのご褒美というか面白く感じられるものというかその楽しいものというかそういうものを作ってると僕は思うんですよね。そうじゃないとなかなかねそのほんまにこう休みなく何も、ね、ご褒美もなくやるっていうのはなかなかしんどい。 なななんじゃいいかなと思いますねその、えー、成し遂げることがすごくやりたいことでね、えー、行動することも、えー、面白いことであったとしてもねそれ以外にもねその自分なりのそのご褒美っていうのを作ることがねいいんじゃないかなと、えー、そうしないとねなかなか人間というのは人間というか僕の場合はもうやっぱりそのご褒美は必要ですね、うん、なんかそのリラックスさせるものであったりとかそういう面白く面白いというかその なんううかこうゆっくりでできるものですねそういうもんが必要ですね、うん。ということでね今日は、えー、自分なりのご褒美を作るということについてお話しさせていただきました。ということで今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます